株式会社SACNOTHは、かつて存在した SNK アルゼ系列のコンシューマーゲーム開発会社。スクウェア出身者によって設立された、コンシューマーゲーム事業を引き継いだ、ノーチュラス株式会社についても、本項で記述する。社名ロゴには、SACNOTH DIGITAL ENTERTAINMENTの表記もある。1997年4月30日、株式会社スクウェアから独立した開発者たちを中心に SNK の出資を受けて設立された。代表は作曲家で元漫画家の菊田祐希。スタッフには元、聖剣伝説3プランナー陣、プログラマーのほか、作曲家の広田義孝や、グラフィッカー出身で同社を経て、ゲームデザイナーとなる、町田松蔵らが在籍した。1999年に、ネオジオポケット用 SLG、ライブアラートバーン編、レベッカ編及び、ファーゼライを開発。また、プレイステーション用 RPG、クーデルカを開発。クーデルカは、当時最先端の多人数モーションキャプチャやボイス登録、リップシンクなど映像技術を盛り込んで制作されたが、監督の菊田は RPG のようとなる戦闘のゲームデザインが平凡なことに難色を示し、完成とともにフリーランスへ転向し、代表を退任する。作品は発売後、映像やストーリーの面で高い評価を得たが、短いプレイ時間、そして、ゲームデザインの面では、菊田の指摘通り課題の残る評価となった。後任の代表取締役には、クーデルカで運営プロデューサーを務めた三原淳が就任した。2000年には、親会社 SNK が経営不振に陥り、アルゼに買収される。これにより、SACNOTHもアルゼ傘下へ移り、パブリッシャーもアルゼとなる。2001年に、プレイステーション2用 RPG、シャドウハーツを開発。新作チームの監督には前アートディレクターの町田松蔵が起用され、クーデルカの世界観を組みつつ、舞台のスケールアップやコメディも盛り込んだ王道 RPG を目指す動きが取られた。弱点とされたゲームデザインでは、アルゼのパチスロに着想を得た目押しのジャッジメントリングやフュージョンモンスターなどの新システムも採用される。同年に SNK が倒産するが、コンシューマーゲーム事業はチームごと、アルゼグループのノーチラス株式会社へ移籍、再編し、引き継がれた。2004年、ノーチラスとして、シャドウハーツシリーズの続編、シャドウハーツ2を開発。日本市場のみでも15万本を売り上げるヒット作となり、イグノでは2004年の PS2 ベスト RPG に賞された。2005年には、シャドウハーツ、from the new world が開発されるが、同社から発表されるゲームは、これが最後となった。ノーチラスは2007年に、アルゼグローバルトレーディング株式会社へ改称した後、2009年2月に、アルゼマーケティングジャパン株式会社へ、吸収合併、同年6月に、アルゼ株式会社へ、吸収合併された。アルゼグループ内での関連動向としては、2009年に、みずほからパチスロ代、シャドウハーツ2、アルゼメディアネット株式会社から、携帯電話用、パチスロアプリ、シャドウハーツ2、スロット、シャドウハーツ2ダンジョン RPG が発表されている。元スタッフたちは、株式会社パオンや株式会社フィールプラスへ移籍し、カゲロウ2、ダークイリュージョンマイナスや、ロストオデッセイの開発に参加している。また、音響スタッフの一部は有限会社、プロキオンスタジオへ移籍している。ファーゼライ、英語版のカートリッジハットスティング及び、ロックイットベイビー記事に詳しいハット、イグのレビュー、ゲームスポットレビュー、間接的な前作となる、クーデルカは、修道院の人よを舞台にした作品であった電撃、オンラインインタビュー。IGN.com プレゼンツザベストオブ2004。トラップド4プレイステーションにモビゲームズ、ハットロストオデッセイ4 Xbox 360、モビゲームズ。ありがとうございます。